はようございます。経営コンサルタントの中野です。皆さん、マジになったビットコイン ETF 承認日、いよいよ本日となりました。ニューヨーク時間が終わり、そしてアメリカ人が一斉に家に帰ってビットコイン ETF が承認される直前に、もう一声買い増しをしようと、今現在ビットコインの価格がさらに爆上げをしています。バーネック版ビットコイン ETF 承認を直前に、本日朝の9時、最後のビットコインを買い増しする人が急増しております。いよいよ来ました。この美しい今日この日を、誰が待ち望んでたというのだろうか。見てください。1時間足、15分足、恐ろしすぎるほどの昇竜拳。竜再び舞い立つ。89万円。そして90万円。91万5千円を今抜こうとしている。そして目指すは100万円。今日中にこれは100万円に到達する可能性はあとちょっとですからね。あります。本日千葉県松戸市は朝から大雨暴風雨で、台風並みの風と雨来ておりますが、私は最後の力を振り絞って松戸駅前の三菱 UFJ 銀行へ行って、手持ちの現金を全部ぶち込んでビットコインにかけようと思います。リップルはどうだ、リップルはどうなんだ。リップルも昇竜拳。リップルも44円470。力強い、強いトルクで、一気に、一直線に、80円に向かおうとしている。そして、財布はどうなんだ。やはりすごい。1時間足で見よう。昨日アメリカのよくわからない弁護士が91万円までいったビットコインを粉々にけなし、バーネック版ビットコイン ETF は承認されない、承認される確率は 0.1% だと、なんだそれは、何なんですかこれ。承認されるされたんじゃないですか。これ承認されたという情報が出て、うわっ、力強すぎる。承認されたという情報が入ったんじゃないですか、これ。この伸びはない。これはひょっとしたら情報が入っているかもしれない。バーンエック、バーンエックのツイッター、4時間前、まだ入ってない。バーンエック入ってない。そして、ネムちゃんはどうなんだ?ネムは、おネムから覚めている。ネムは、しっかりと、おネムから覚めている。10円回復。そして、モネちゃん。モネちゃんも119円、50銭。はい。1時間足。はい。しっかり回復しています。そして、ビットコインキャッシュ。はい。すごいですね、これね。はい。45,660円。そしてイーサリアム。28,165円。また3万円いきますね、これね。今日中にいきますね、3万円ね。では最後にコインマーケットキャップを見てみましょう。さあ、今日は関東地方は大雨で嵐が来ている。
時価総額は27兆5882億円。ビットコイン88万8000円ワールドワイド。日本では90万円だ。サリアム2万8000円。リップル44円31。ビットコインキャッシュ4万5638円。まさかの大爆上げ。そして、みんなが気になる、みんなが気になるカルドナエダは 9.51 円だ。9.51 円。いや、来てる。ネムは 9.94。そして、ノアコインはどうなったんだ？ノアコインはどうなったんだ？ 0.07 円。0.07 円上がってる。まずは 0.1 円。0.1 円をしっかりと足を固めて、土台を固めて、そして 0.8 円。そして、20円から100円に行ってください。もう一回ビットコインを見てみましょう。足がたいですね。88万9000円。今日中に91万5000円は超えます。そして97万、98万。そして夕方から夜にかけて100万円。行くでしょう。行くでしょう。最後にビットコイン ETF の、ビットコイン ETF の、ビットコイン ETF の承認はまだかまだか、まだですね。ニュースは出てないが、チャートを見れば全てがわかる。チャートを見れば全てがわかる。これ来てるでしょうね。これ情報漏れてるね。ちょっとね、上げすぎたんで、まあ、利確する、チキン利食いする、はあ、鶏がいるんですが、ビビっちゃってね。そんなやつには構わないと。5分足と。いいですね。やっぱいいですね。この爆上げ、はい。おしめ。ということでね。今日は期待できるんじゃないでしょうか。本日、夕方から夜、にかけてビットコイン ETF の承認ニュース発表が行われると思います。もしあなたが億万長者になりたいのであるならば、今日中にビットコインをご購入ください。リップル、イーサリアム、ネム、もっと爆上げするものはたくさんあります。人生一回しかありません。仮想通貨爆上げ、もう二度とありません。100万円以下でビットコインが買えることは人類史上もうないでしょう。それでは今日も張り切って仕事に出かけましょう。神のご加護と幸運を。